なんでわざわざクリスマスイブに部室に集まるんですか？ま、今日の部活も終わって着替えたし、ついでにいいじゃないか。そうだよ、こういうことはワイワイやった方が楽しいしよ。な、ひなた。おーっせ。男が10人クリスマスイブに集まってワイワイですか？んだよ、文句あっか？やめろ、リュウ。のやっさん、言い訳なんかしてもしょうがねえ。はっきり言うぜ、今日集まってもらったのは他でもねえ、俺とリュウが清子さんとクリスマスイブを過ごしたかったからだ。そうだったんですか？なんかごめん。なんで清子さんが謝るんすか？俺たちが勝手にやったことなんで、みんなサンキューな。ここまで堂々としてると清々しいな。だな、誰かさんとは大違いだ。なんで俺を見る？公私混同だと思うんですけど。まあそう言うな、せっかくのクリスマスなんだ、楽しくやるぞ。チームの親睦も深まるしな。このチーム親睦はもう十分ですよね。結構帰り道に肉まんとか食べてるし。まあな。早く始めましょうよ。よし、早速プレゼント交換だ。みんな持ってきたプレゼント用意しろ。おーっせ。プレゼント交換ってどうやるんだっけ？みんなで輪になってプレゼントを回していくんだよな。そうそう、音楽に合わせて回していって、音楽が止まったらその時持っていたプレゼントをもらうってことね。あ、でもラジカセ壊れてたよな。あ、スマホでかけますか？あ、縁の下、ナイスアイディア。じゃあ行きます。せーの、ほい、ほい。え、もっと音量上げろよ。無理、これが最大。ほい、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 ほい。ヘイ、ジングルベール、ジングルベール、鈴が鳴る。鈴のリズムに光の輪が舞う。ジングルベール。よーし、ループさせるからみんな一小節ずつな。スマホ回してくから歌詞見ながら歌え。田中一人でやるよ。そうだよ。まあまあ、そう言わずに。走れソーリーよ、風のように雪の中を軽く早く笑い声を雪に巻けば明るい光の花になるよ。ヘイ、ジングルベール、ジングルベール、鈴が鳴る。鈴のリズムに光の輪が舞う。ジングルベール、ジングルベール、鈴が鳴る。森に林に響きながら。よし、今持ってるプレゼントが自分に当たったプレゼントだから、みんな走れそりよ丘の上は。おい、いつまで。2番です、大地さん、プレゼントが渋滞してますよ。おお、歌う声は。こいつ、清水のが自分に来るまでやる気だな。よっぽど清水のプレゼントが欲しいんだな。ヘイ、ジングルベール、ジングルベール。あの、これ一体いつまで続くんですか？鈴のリズムに光の輪が舞う。あ、電池切れた。おお、あと一人だったのに。縁の下、交換してくれ。やだ。じゃあ一人ずつ開けていこっか。田中からな。うっす。なんか妙に軽いぞ。それ俺です。おお。で、なんだこれ。サポーターです。いや、わかるけどよ。それ摩擦だけじゃなくて保温にも効くやつで、立体形状ソフトパッド採用の衝撃吸収タイプだからフィット感も半端ないんで。おお、サンキューな。クリスマスプレゼントにサポーターとか、どんだけバレーバカなの。だよね、ツッキー。んだとこら。いいなぁ、ソフトパッド採用、マジすげえ。唯一変人の相方だけは羨ましいみたいだね。影山、それどこに売ってんだ。うるせえ。なんだよ、教えてくれたっていいじゃんかよ、ケチ。
じゃあ次は月島な。ハチマキです。気合って書いてある。これは何を隠そう、俺だだと思いました。俺直筆の特注ハチマキだぞ。いいな。月島、つけてみろよ。いや、後で。いいから今つけてみろって。はあ。なかなか似合うじゃねえか。そうですか。最も似合わない奴に当たっちゃったな。だな。山口は何だったんだ？はい。ん？本か？写真集かな。負けないで、カムチャッカ。誰のだって聞くまでもないか。それ、俺のバイブルだから、読んでみて。あ、おす。厳しい自然の中で生きる人たちの写真と詩なんだけど、あ、ちょっと貸して。特におすすめはね、あった。僕は走り出す。彗星のように。失敗したって、カムチャッカ。逃げ出したって、オホーツク。僕は走り出す。銀色を撒き散らして落ちていく、流れ星のように。僕はくじけない、カムチャッカ。もういい。え？じゃあ次は俺な。お、なんか、これ重いぞ。これは、焼肉のタレ3本セット？俺っす。これで食う焼肉は5割増しの絶品になること間違いなし。クリスマスプレゼントに焼肉のタレって。なんすか？なんか変すか？3種類の味噌味っす。1本ずつ赤、白、豆。お好みで混ぜてマイベストタレを作って。ありがとうな。さあ、次誰だ？大地さん。俺のは。それ、私の。くそー、力め。キヨコさんからプレゼントもらう千載一遇のチャンスを。あ、マグカップだ。カラスのロゴが入ってる。いいなー。縁の下、サポーターと交換して。絶対に嫌だ。俺のはタオル3枚セット。坂の下商店って書いてある。無駄にならないでしょ。あ、おう、サンキュー。俺のはなんか丸いな。あ、だるま？俺だ。え、あ、そうなんだ。ありがとう大地、嬉しいよ。まあサンタに似てなくもないですよね。赤いし。太郎、大きさもバレーボールと同じくらいなんだよこれ。ああ、本当だ。重さも近いかな。そうなんだよ。プレゼントなかなか決まらなかったんだけど、見つけた時これだって思ってさ。あ、この筆ペンで目を入れようぜ。うん。カツオ、歩こう。あ。俺はソックスです。ああ、それは俺だ。クリスマスイブといえば靴下だろ。果たす。俺は筆箱だ。両面開くやつ、やり。俺です、そのプレゼント。ナイスだ、しょうよ。どうですか、この練り消し。あ、練り消しも入ってんのか。いい匂いするんですよ。そうだの匂いじゃねえか。ナイスアゲイン。で、終わりましたけど、プレゼント交換。クリスマス会って他に何やるんだっけ。さあ、ケーキ食うとかか。そういえば去年仮装とかやったよな。そうそう。どんな仮装したんですか。いや、朝日のやつなんかすごかったんだぞ。へえ。だよな、朝日。なんか嫌な予感が。じゃあ今年も朝日に締めてもらおっか。やっぱり。でも何も用意してないし。なんとかなるだろう。そうですよ、素材で勝負じゃないですか。素材で勝負。俺やらないから。はあ、
今年で最後か。え？いや、この部室でクリスマス会やるのもこれで最後かと思ってさ。そっか。確かに俺たち3年は最後のクリスマスだもんな。いろいろあったよな。ああ、いろいろあった。さあ、今日はこれで解散だ。後片付けするぞ。え、もう終わりですか？ああ。明日も練習あるから、しっかり休めよ。ほう。やるよ。ん？やるよ。仮装。そうか！やってくれるか！やったーで、おい影山、朝日さん T シャツ脱ぎ始めたぞ。一体何の仮装なんだ？わかるか、ボケ。じゃあ、後ろで束ねている髪を垂らして。うん。もしかして。上半身裸になって髪を垂らして、手を横に広げるだけで。ほら、この通り！キリスト！なんか年々本物っぽくなってくるな。去年は茨の冠もかぶったんだけどな。大丈夫です、今年はこれがあるじゃないですか。ハチマキ？茨の冠の代わりに気合ハチマキってシュールですね。どうぞ。じゃあこの刺繍も。おう、朝日のバイブルだったもんな。あの、なんだ絵の下。これも使えるんじゃないですか。おお、清水のマグカップ。おお、それこそまさに聖杯。気合の冠、右手にバイブル、左手に聖杯、完璧じゃないっすか。よし、朝日の後ろだけ残して電気消すぞ。お、いい感じに五光っぽくなってる。写メ撮っておこう。よっ、ジーザスクライスト、スーパーエース。なんかバカにされてる気が。してないしてない。そうっすよ、なんか去年よりもご利益ありそうっす。キリスト教にご利益とかありましたっけ？細かいこと気にすんじゃねえ。主よ、我らがカラスの配給部に勝利と栄光を与えたまえ。なんもんだぶ、なんもんだぶ。拝むな。そう言いながら乗ってくれる朝日さん、かっけっす。走れソーリーよ、風のように雪の中を軽く早く笑い声を雪に巻けば明るい光の花になるよ。 Hey! ジングルベール、ジングルベール、鈴が鳴る鈴のリズムに光の輪が舞う。ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る森に林に響き。